こんにちは、ピアノライブのリオです。今回はですね、楽譜の作成ソフトについて紹介したいと思います。最近楽譜を弾いてみた動画内に表示することが増えてきました。今まではミューズスコアっていうパソコンでしか編集作業ができないソフトを利用していたのですが、楽譜を書くのにもなかなか時間がかかるので、もっと効率的にできないかなと考えて、作成ソフトフラットというものに変えました。使い始めて 1,2 ヶ月経ってフラットの使用感もだいぶ分かってきたので、私が今まで使っていたミューズスコアと最近使い始めたフラットを比較して皆さんに紹介しようと思います。まずそれぞれのソフトの大まかな紹介をしていきます。まず使用できる拡張子はそれぞれね、数種類あるんですけれども、どちらも世界標準規格の XML というのが含まれています。なので今まで作ってきた楽譜を新しいソフトでも編集できるんですね。これは私にとって必須条件でした。ちなみにミューズスコアの楽譜ファイルをフラットで読み込むとこんな感じになります。十分ですね。2つのソフトには大きな違いがあります。1つ目は編集できる機材。ミューズスコアはパソコンのみですが、フラットはパソコンやスマホをタブレットで編集することができます。できるだけ楽譜を家の外の移動時間や待ち時間に書きたいと思っていた私にはフラットがぴったりでした。2つ目は保存場所です。ミューズスコアはパソコンのストレージ、フラットはクラウドとストレージどちらもというのが大きな違いです。フラットはスマホでも編集できるのは大きなメリットなんですけれども、編集する機材を変えるたびにデータをね、やり取りするとなるととても面倒なので、この機能はありがたいですね。ただ無料版だとオンラインで作成できる曲数は15曲と制限があります。最後にそれぞれのソフトでここがいいなと思ったところを紹介します。まずフラットのいいところは、1つ目、一応した時にコードも一緒に一応してくれるっていうところです。キーを変えたりすることが多いシンガーさんなんかはとっても嬉しい機能かなって思います。で、2つ目は他の人と楽譜をね、簡単に共有できることですね。もう URL を送るだけで一緒に楽譜を見たりできるので、とってもはかどると思います。で、3つ目、小説の追加とか削除がとってもやりやすいんですね。これは結構作業スピードに効いてくるとこなので地味にありがたいです。ミューズスコアのいいところを紹介します。1つ目はコードだけのコピーや貼り付けが簡単にできるところです。曲の中でね、同じコード進行が何回も出てくるっていうのは超ありがちなので、これができるのはミューズスコアとってもありがたいです。2つ目は譜面の画像化が簡単なところですね。フラットは PDF にしか直接はできないんですけど、ミューズスコアは PDF とね、切り取った画像それぞれ保存することができるので、今でも動画作成の時は最終工程でこのミューズスコアを使っています。いろいろ説明しましたが、見てもらった方が早いと思うので、大きなフル時計のワンフレーズを例にして、どっちのソフトでより早く楽譜を書けるか試したいと思います。それでは行きます。Ctrl-K でコードを入れることができます。で、これあっだだだだ F G よし、で、あよいしょ、で、次歌詞入れてきます。おこれね、Ctrl-L で入るんですけど、一個一個ボタン音符を選択しないといけないんです。大きい、間違う、なんの
ろ、あ、違う、こっちにの、ぼのふる、あ、間違った、とけいおじいさうんのとけいい、よし、入れ終わりました。2分51秒です。それではフラットでやっていきたいと思います。スタート。しとれどれな、あ、間違った、どどどしらしろで、コード入れていきます。コードはね、ここから入れれるんですよ。で、トーズトー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 、で、マイナーだったと、イフー、トー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 、よし、で、歌詞入れていきます。歌詞はここからおー、おー、きな、のー、あ、あ、の、の、このフルート系、いい、これ選択しなくてもどんどん進んでいけるのが大きいですね。おじいさんの時計、い、できました。1分38秒です。これは一目瞭然ですね。ミューズスコアで書いた時が2分51秒、フラットで書いた時が1分38秒と、フラットの方が1分以上早く書けました。これからパソコンやスマホなどで楽譜をね、書こうかなって思ってる方はぜひこの動画参考にしてみてください。以上、ピアノライブのリオでした。ありがとうございました。